はい、というわけでやっていきたいと思います。あれだ、今日は塔ですね、まだ上がんないかな。よし、行きましょうか。ムンムタツさんでいいんだよな。まだ忘れちゃった振りがなくてくんねえかな。チャーミングかわいい。あ、次もまだ上がんないのか。来たね。やあ、調子はどう？久しぶり。また少し思い出したことがあるんだ。終わりはどこかの誰かが引き起こすわけじゃない。それは大勢の人たちに望まれてやってくる。まるで最初から決まってたことみたいにね。でも変だよね、終わりを望む人がいるなんてさ。どうしよう、あんま消極的には行きたくないんだよな、この子は。そんな人は、これだな。君には望まれてないのか。ああなるほどね、そういうことか。まあいいや。実はね、今日はもう一つ君に伝えたいことがあるんだ。もうすぐ毒のある花が芽を出すよ。毒のある花、向かいの花壇に3つ、そして君の庭にも1つ。3つ、ストレガと何だろう。終わりと関係あるかは今はまだ分かんないけど、気をつけた方がいいよ。そうかな。君は今色とりどりの花に囲まれてると思うけど、まあ、仲間のことだよな、また何か分かったら知らせに来るよ。僕たち友達だもんね。うむ、さらば。そうか、今の俺は女の子だったな。なんということでしょう。それじゃおやすみ、僕の大事な君。こういうとことかなで、いろいろとあれですね、やっぱ性別が違うから、疲労が続いている。テオドア、あ、ここで進めるようになるのか。あざっす。私だ。休んでるところすまない。少しいいか。みつる様。おはよう。おはようございます。どうも。実は全員に伝えておきたいことがあるんだ。ここで話してもいいが、実際に見てもらった方がいいだろう。ああ、コロマルか。夜になったら4階の部屋に集合してくれ。じゃあ、その時にな。ウィス。行きますか。確か警視は皆方がいるんで、というわけで警視者。あ、っていうかどうしよっかな、なんか買った方がいいかな。俺トラフーリ、そういえば切らしちゃったんだよな。トラフリでもあれ売ってないよね、あの黒ひげに。あれもどこか売ってるとしたら。トラフリな、このゲームで初めて使ったかもしんない。あったっけ。ないよね、なんかあった記憶ねえもんな。違うし、ネパトラジェム、あ、ディスポは何個か使ったよ。シルカーでも全然だな。じゃあ全然でした。よっしゃ行こう。マイコちゃんとこ行こうべ。ウィス。お姉ちゃんと遊ぼう。マイコちゃんももうちょいで終わりだっけ。かわいい、かわいい。7個ポジ。
分で。夜。うん。集合命令ということはこれから作戦でありますか。え、そうな。でも警報とか鳴ってねえよな。あれ、ゴロちゃん。あ、やっぱそうか。かわいい。怪我はもう大丈夫なの？で、あれ、この首は。その首輪はペルソナの制御を助けるものだ。いわば犬用の召喚器といったところだな。それ、ゴロ丸も一緒に戦うってことですか？正直、私もこうなるとは想像してなかったが、テストの結果、十分可能らしい。というか、理事長からの強い要請なんだ。面倒もこの寮で見ることになる。え、コロちゃん、いいの？助けてくれた恩を返す、という意図のようです。かっけー。いや、あんたほんと義理がたい犬だね。うん。これはダメ、これ絶対そういうこと言っちゃダメ。いいじゃん、俺的には大歓迎よ。別に人間じゃなくたって仲間が増えりゃ楽しいじゃん。だな。よし、俺散歩とかしちゃうもんね。ちょうど夏休みだしさ。そうだな。ただ休みを楽しむのはいいが、学業の方もちゃんとしてもらうぞ。おう。来週から夏期講習だし、長い休みだからといって気を抜くなよ。あ、夏期講習とかあったな、そういえば。夏休みな、そっか。どんぐらい潰れんだっけ。1週間ぐらい伸びるんだっけ。柿、え、今なんと伸びるじゃないな、うん、潰れるだな、うん、夏期講習だ、聞いてないのか。学校で集中的に補習をするんだ。私たち寮生は全員分申し込んである。ふう。日頃戦いと学業を無理に両立してもらってるからな。勉強の時間も思うように取れなかったらすまないと思ってる。理事長からも強く賛成されてね。竹林や山岸に伝えておいたんだがな。マジかよ、つか聞いたことねえぞ。え、あ、そのごめん、忘れてた。必要ないと思われてんだな。ありえねえ。てかあんた成績あれなんだから行かなきゃダメに決まってんでしょ。あれとか言うな。ああ、最悪だ。まあ少しの間ですから頑張りましょう。うん、コロちゃんが増えました。うん、よきよき。ワンワン、満足そうだ。散歩に連れてってみようか。あ、そっか、散歩とかできんのか。うん、うん、あれ前できたっけ。あれだ、なんかホムンクルスとかそういえば拾ってきてくれたな。とんでもないもん拾ってきたなって。うん、ここまででも素早いよね、確か。うん、犬にロボ、いい感じになってきたぜ。いいことです。何食ってんだろう。かき氷。真田さん。ああ、確かに。ふうかちゃん。食事か。うっ。荒垣さんのこと言ってたのかな。いや、でも違うよな。あ、なんとなくわかった。8日、さて今日はクイズですね。あ、コロマルの武器も出てるかな。交番、あ、まあ月曜でいいか。てか当分行かねえかんな。よっしゃ、行きましょう。クイズ。
あ、まずい。依頼。やべ、ちょっとごめんなさい、ちょっとやり直します。やっちまったな、すいません。あのですね、太陽が一回遅れます。やっちまったな、フラグ立てんの忘れてた完全に。まあしょうがないか、太陽はでもまあ大丈夫だよな、多分だけど。日曜日太陽になってるわ。うわー、そうだった。あの人はね、あれだからな、会えばとりあえず上がるからな。しょうがない、ここでフラグを立てるか。一回遅れちった。おう、距離はどのくらいだろうね。そうか、これだ。いやー忘れちまったよ。万年筆を探している。代わりどうしよっかな。代わりにどっか行く、じいちゃんばあちゃんのとことか行けるかな。ね。仲良くなれそうだ。行くか。行くか。多分もう他行けるとこないよな。あれか、ラスか。うん。ああ。そっとしておこう。いやいや。かわいいの。あーそっか、そういえばそうだったな。なるほどなるほど。なんかすごい本当に息子思いだったんだな。やっぱいいな。来たか。ほう。交流か。強かんな。フェスではお世話になりました。社長、そうだな、2人目か。交流な、アバチの交流もえれっちゃよかったかんな。
末永く元気だな、本当に。いいな。君か、おかえり。ただいま。うん。当番を決めないでおこう。ああ。なるほど、行きたそうなら。うん。わかりましたって。火炎と闇属性。ケルベロス。白い悪魔。ありがとうございます。あれ、そのコロマルは？おい、万年筆もらわないといけないんだけど。お、こそこそ。くそ、一日遅かったぜ。まあ、比べたての完全忘れてたからな。あー、そっかそっか、そういうのもあったよな。アイギス、すまぬ、今日はね、あれだ、塔ですね。本当は行きたいんだが、うん、仕方あるめえよ。こんばんは。まだか。お、本次か。そっか、一回遅れてんだよな、確か。うん。あ、今日から夏期講習か。だるいぜ。あ、結構いっぱいいる。うん。さすが。学力高まった。上がってくんだな。うん。ありがてえありがてえ。2日目、どうも。フォーカスフォーカス。うん、実用的、ありがとうございます。ほほほほ、ひひひ、タロット、お、あったあった。うん。うん。マルセイユ版、ライダー版、クロウリー、トート版。うん。結構いろいろあるんですね。あるかな。うん。なるほど。ユニバース。うん。なるほど。マジック通信、確かな、未熟さか。なるほど。うん、やっぱなんかそういう感じであれなのかな、選んでというか作ってったのかな、うん、そのキャラに合うような感じで、母性とその性で、母なる慈愛。うん、なるほど、統率、決断力、なるほどな。
神性かって思ってる。寛容な精神性の充実なのかな。戦車。なるほど。光明盛大さでいいのかな。忍者、探求者。なるほど。運命、運命って誰だっけ。情熱、うん、あれ運命っていないっけ。まだ結社、精神の神ですか。ターニングポイント、うん、節制、ベベ、異なる価値観に触れ人は成長していき、うん、還元という枠、うん、一旦崩壊します。ほう、すごいな、こういう感じになってんだ。うん、っていうか多分フェスの時も見てるんだよな、おそらく。結構前だからな。楽しいなやっぱ、うん、太陽、審判、ユニバース、うん、面白いなやっぱこの先生。面白い、ずっと聞いてられる。うん、うむ、そろそろ上がんのかな。あーでもまだ上がんねえか。うん、サイドガー先生の授業、エド兵、バフ兵、うん、やめて、勇気がついちゃう。ほうほう、カバラ、誰でしょう、モーゼ。ほーん、あー10回か、名前ぐらいしか知んねえけど。うん、なるほど。まあでもそうだよな、ちょっと学びたくなるな本当に。調べてみようかな自分で、うん、最近でもあれっすね、やっぱアトラスのゲームやってるとどうしても神話とかが、うん、気になっちゃうんすよね。せめて出てる、ね、キャラの、ね、背景ぐらいは知りたいよなみたいな、うん、感じで、うん、ガネーシャとか結構悲惨だからな。見てて面白いな。
オベロンとティターニアが夫婦なんだっけ、裏山いろいろあるんですよね。すげえにわかだけど。霊感アップ、ヒヒヒ。あー、まさか。やべ、続きも聞きたい。ん、保健室で補修を行いますよ。へえ、こんなんあったっけ。良きかな。ウィス、頑張った。ふう、さてと夜なんですけど、合気になってる。あれ合気？あー、夏祭りか。行く。そうか。いずれ現れるさ、なるほどな、わかりましたんで。言うてでもまああれだけどね、もうメンツ的には餌でもあげてみようか。あ、料理部で作った犬の餌、あ、これか。完全にもう草、いやだ、なんでもないです。あげてみよう。わく、かわいい。ん？なんかあんのかな。ん？待たせてみる。我慢してる。かわいい。あー、ごめん、この丸、この丸、ごめん。ごめんな、その顔に弱いんだよ俺。よかったよかった。うん、ふわついた手触り、おー、よかったよかった。え、あ、こいつがゴキか。マジか。あ、そうなんだ。あ、でも合気か、なるほどな、確かに。ほほほ、この丸のコミュニティ、へえ、面白い。そうなんだ。まさか、なるほど、犬の餌がこんなところで使えるとは。確かにワンコでした。うん、長鳴る神社、さてと真田さんと行きますよ。うん、うん、行かないとか言ってなかった。男からしか来ないのかな。おお、真田さんにしては珍しい、誘ってくださるなんて。行きましょう行きましょう。浴衣、え、浴衣見れる？神毛。うん、まさかの。うん、あ、でも見れないか、俺視点だから。だろう。
さすが真田さん。とても楽しそうだ。あ、でもよかった。うん、うん、え、サラさんかわいいな。よかった、真田さんだ。あの人がいなきゃ真田さんなんだよな。一個負け、おばちゃんだな。そう、気になる。かわいい。サラさんさ、いや、なんか女の子視点だとすげえかわいいな。絶ありなんだけど、そう、今の俺は女の子。500円。あー、500円、子供には高いよな、確かに。あんまりでも真田さん金使わなそうだけどな。プロテイン、いや、そうか、プロテインとかあれか、トレーニング用の器具とかかな。なんで辛くじって最近ないよね。でもなんかあのなんだろう、お祭り特有のさ、なんかさ、ぐるぐるのさやつをさ、ビョーンって伸ばすやつ、ああいうのとかだよね。お、ガサガサ。う、これはどっちだ、ちょっと気になるな。さすがやで。パレードスコープ、パレードスター来た。そうじゃない、うん、残念。優しい田中さん、いいな、爽やかだね。うん、嬉しいです。チュンチュン。ということで、キリが良いのでこの辺で一旦切りますか。お疲れ様です。